時刻は0時となりました。リオチの未タイトルラジオ第26回目お送りします。こんばんみということで、この番組のお相手は私リオチと山内と、はい、ということで今日のスペシャルゲスト、シークレットゲストが来ております。この方です。どうぞ。どうも、始まりはいつもアンツボです。ということでアンツボさん来ております。おー、はい、イエーイ。アンツボさんどっから来たんですか？どっから来たんでしょうね出身はどっちなんですか？いや、それはちょっと言えないはい、はい、めっちゃツイキャスで言ってるけどこれは教えて言わないんですか、はい、まあまあ言わないんですね、あえて、はい、あえての、はい、そうですね。ね、でもアンツバさんあれですよ、たまにね、うん、あの RBCI のアップとかでたまに出てますよね。出てるっていうのは朝、うん、朝のリポートで、うん、出てますね。はい、インタビューされるってことえ、インタビューされるってこと？あれ何なんだ、朝、朝天気、うん、あの雲地の天気とかをリポートするんですけど、はい、そこに乱入みたいな感じですね。すごいね。私も一回アンツバさんに連れられて出たことあります。結構前、2年前ぐらいかな。うん、うん、面白かったですよ。まだこのラジオやってる前だったんですけど。はい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 、なるほど。またアンツバさん切れちゃったはいはい、これでいきましょう。はい、はい、うん、ということで今日もお送りします、うん、はい。で、今日のテーマは死ぬまでに言って私口の口がね死ぬまでに一度は行ってみたい国なんですけど、はいはいはい、はい、なんかありますか？なんかありますか死ぬ前に一度は行ってみたい国あ、結構僕ありますよ。どこですか？まずね、ヨーロッパで言えばアイルランドとか、はい、その辺行ってみたいですね。アイルランドって何があるんですか？崖がある。崖と海崖と海しかないみたいな。そうそう、なんかね、それが結構いいらしいんですよね。なんか地球の果てみたいな。へえ、すごいですね。感じで、じゃあなんか火曜サスペンス劇場みたいな感じですか、ね、あ、ちょっと雰囲気が違うなお前がやったんだろみたいな。違います違いますか？もっとかっこいいですか？ U2 とかロックがね結構盛んなんですよ。ロック、はい、あ、好きですよね。ロック、ロックは好きですよ。 U2 の出身がアイルランドだったり、また僕の好きなバンド他にあるんですけど、アイルランドが多かったり。へえ、すごいですね。ケルト民族の音楽なんてね言いますから、ケルト音楽なんつうのがあってね。なんつうの、はい、結構ねあのかっこいい国なんですよ。へえ、いいな。なんかそういうのなんか行くと世界が広がるっていう。そうそうそう、そういう意味で、うんうんうん、実は学生の時からちょっと行ってみたいなと一度は。はい、行きたい、アイルランド。ちょっとさ、ちょっと調べてみてごらん。なんだっけ、いやいや今じゃない、あ、今じゃない、はい、今じゃない、時間ある時にじゃあお時間ある時に、今ラジオ中ですから。ラジオ中ですね、はい、はい、お時間ある時にゆっくり、あのケルト音楽もちょっと聞いてみて、かっこいいから。ケルト音楽、うん、うんうんうん、なんか民族っぽいのかな。どんどこどんどこどんどこ、あ、違います。ほーとか言って、違います。違うちょっと細かにしないでください。いやいや、なんか民族っていうかそういうのが思い浮かぶ。アフリカと間違えてない？あ、多分そんなイメージあ、違います。もうとってもかっこいいよ。あ、そうなんだ。なんかファイヤーダンスとかするのかな。あ、違います、全然違います。違かった、はい。なんあのね、なんてロードオブリングの世界みたいなね。ああ、なんか RPG ですね。そう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 、どんな剣売ってそう。そうそうそう、まさに。へえ、なんかあんな感じですよ雰囲気は。そうですね、うん、ああなるほど。ロードオブザリングなんか私見たことあるんですけど、はい、気づいたら終わってました寝てたんだななんか話がなんか壮大、いや長いけども、そうそう、確かに難しいけども、そうだ、ついていけなくて。テレビ編見てみて、今
カマプラでやってるから。テレビ編？ドラマ編があるわけよ。何ですかそれ？めっちゃ面白いよ。へえすごい。やってるし、なんかまた映画出るみたいな。そうなの？話ありましたね。やったぜ。見ろ見よ。はい。見ましょう。そうですね。私最近映画見てないな。ということで、じゃあ、あのね、ちょっと待って、私の、ね、はい、でもちょっとね、格好つけてるよね、アイルランドっていうのは、僕的に。いいじゃないですか、格好つけて。あ、そうですか。はい。ということで、この番組では皆さんのメールを募集してます。はい、メールアドレスは、riochi.radio@gmail.com まで送ってください。はい、また、水曜日の18時頃から番組の収録をツイキャス、YouTube で生配信してますよ。うん、ツイキャスは FM ギノアンセカンド。YouTube はリオチウチナー大好き、これ検索してくださいね。放送中にリスナーさんのコメントを読んでいきますよ。 Twitter はハッシュタグリオチラジオでつぶやいてくださいね。ユタサルグトゥーにゲーサビラということで、はい、はい、先週もね間違っちゃったの。この後ねテーマ発表なんですよ。あ、だからちょっと今俺ガクってなったんだね。そう、なんかねこれ言っとかんと、俺だけのを聞いといて2人は何も言わないっていう。はい、私は、ね、先週ちらっと言いましたけど、アメリカですね。アメリカ、うん、アメリカ。なぜ？いや、なんか YouTube じゃない、 Twitter で、うん、なんかアメリカのなんか広大な大地を撮った写メ、うん、が載ってて、あ、こういうとこ行ってみたいなみたいなのとか、あとはなんかね、やっぱ広大な大地ってどこだろうね。グランドキャニオンとか、そんな感じ。確かにあれ見てみたいよね。はい、うんうん、あとはなんか結構アメリカは好きなんで、アメリカ人、ユーモアじゃないですか、ユーモア、ハッハッハみたいな。ちょっと待って、怒られるかな。違う、なんか雑すぎ。フレンドリー。あー、フレンドリーが好き。フレンドリーだし、なんだろう、でもほら、リュウチさんって人見知りマックスじゃないですか。はい、大変ですよ。いいんです。いいんです。話しかけてくれた方がいい。ああ、そっちの方がいいんだ。そうすれば私もいけるから。本当？そう、ガンガン来るよ。ああ、もう思ってるよりの3倍、多分ガンガン来るよ。ウェルカムトゥージャパンです。あ、マジ？なんで、ウェルカムトゥージャパンって意味わかんない。ウェルカムトゥージャングルだね。それ何ですか？それは、なんだっけ、誰かの曲です、有名な。へえ、そうなんですね。はい、棒読み。はい、アンツバさんはありますか？自分は海外は興味ないんです。そう、なんか前言ってましたよね。そうだね、英語喋れないんで。私も喋れないですよ。俺も喋れないですよ。もう、ノースピー、ちょっと、まあ、片言ぐらいな感じでは言えるけど、なので、まあ言葉の通じないとこ行っても楽しくないんだろうなと思って行きたくはないんですけど、うん、あえて言うならオーストラリアですね。なぜ？まあ、サトウキビ農家なんですけど、うん、オーストラリア1年の10ヶ月はサトウキビの収穫してて、はい、そうなんですね。もう一度動画で見たんですけど、収穫してる、うん、はいはいはい、動画で見ても感動するぐらいの映像だったんで、これを生で見てみたいなと。それどの辺が感動したんですか？難しいんですよね。多分農家じゃないとこの気持ち分かんないのかなみたいなとこあるんですけど。農家やってみますか。そうだね、アンツバさんの感動をちょっと僕らも共有したいですもんね。ざわわざわわしてたんですかね。ちょっとじゃあキビ狩り体験に行きますか。いいですね、なんかやってみたい、そういうの、うん、でも日焼けしそうだけど。ちゃんとやるんだよ。ちゃんとやりますよ。疲れても。ちゃんとやります。その後のビールが美味しそうだから頑張るっていう。本当、何日やります？一日だけ。一日だけ。あれあれ、怖いよ怖いよ怖いよ。何借り出されるわけ私。そうだよ、一日だったらさ、ちょっとまたほら体験になるか分からんよ。あ、一日体験入学でいいです。いや、まあ、多分一日やったら厳しいと思います。ヘトヘトになりそうだけど私。一日でヘトヘトになる。なります。ほら、ほら大変ですよ。一日やってみるね。一日でなんか5キロ痩せそう。あ、確かにね。2日はやらんとってサッチが言ってるけど。スパルタだな、なんで。
ということで、そうそう、先週ね、うん、ちょっとお二人からメールを読み損ねちゃったんで、ちょっとそこをちゃんと拾っていきます。ちょっと2通読んでいいですか？もちろん、はい。クリスマス何しようかな、久しぶりに忘年会とかしたい、うん、でもコロナはまだ流行りだしてるしね。そうそうそう、第8波がリオチも体第一だお、ヨギシコジャパンさんからといただいたには大事だお、大事だお、かわいい ね、 ね、私まだなんかコロナっぽくなったのは最初の頃一回あったんですけど、うん、はい、それ以降何もないですね。おお、いいですね。なんか微熱が1週間ぐらい続いたっていうのが第1波の時、それっぽいな、ぽいの。だからあの PCR 検査を受けさせてくれなかったので、最初誰がお医者さん、へえ、そうなんだ、受けられなかったんですよ私。なんか家で寝とけって言われて寝とけました。なんでかね、なんで PCR 受けさせんのかね、謎だな。なんだっけな、ちゃんとした症状がないとダメって。ああ、なるほど、もっと高くならないとダメってことか。あ、そう、あ、そう、で、あと、熱とか、レントゲン取って肺に影がなかったから。ああ、はい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 、うん、そっかそっか、寝とけって言われました。へえ、はいって。車の中ででも診察でしたね。うーん、本当にじゃあ最初の頃だね。そうですそうです、はいはいはい、なんかもう病院の中にすら入れさせてくれなくて、うん、へえ、こうなんか私はなんかバイキンマン扱いされました、ね、ああ、はい、わかる。レジの時ね、こうお金置かれるのもちょっとうってなるよね。最近慣れたけどね。そうそう、その時になんかちょっと微熱が続いただけで、うん、あとはファインです、ファイン。マジっすか。 I'm fine です。僕も I'm fine ですね。 ね、なんかアルコールが消毒されてるんじゃないかなみたいな。そう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 、僕はね、こんなに飲み歩いてるのに、はい、コロナになってないっていうこの唯一の自慢なんですね。だから都市伝説です、アルコールが効くんじゃないかっていう。そうそうそう、都市伝説。わりかしね、でもな、飲み歩いてる人もなってるからね結局。まあまあまあ、まあ、絶対消毒されないんですけど。島だよ多分、島。あ、ドナン、ドナンとか。そうそう、島飲むと、はい、飲んでる人はなってない、ね。ドナンって60度以上でしたっけ。60度以上じゃないんじゃない。60度ですね。60度、マジ、そう、60度、はい、だから消毒される、火がつくから。ドナン、ドナン火つきますよね多分。あの60度以上は危険物なんです、うん、だからあの持って帰れないんですよ。あ、内地から飛行機に入らないんだね。飛行機に乗せられない。そう、だから船になるって言いますね、燃えちゃうから。すごいね。ね、なんか一時期青森で作った消毒液とか、なんか あったね、あとなんか80度か90度ぐらいの、ね、うんうん、あれも友達が国際通りで買って、うん、なんか会社になんか持っていこうと思ったんだ。あ、一緒に来た旅行で、まだ私一周する前だったから、うんうんうん、はいはい、で持って帰ろうと思ったら、そのお土産屋さんに、うん、これはあの今持って帰れないから、あのもう強制的に船になるよって言われて、うん、送料かかるからいいやって言って持って帰れなかったっていうことが、そうなんだ、ね、だからあの僕とあと一人、あ、もう最初から青森しか飲まない人がいるんですよ。はいはいはい。で同じぐらいの頻度で飲み歩いてるんですよ、うんうん、だけどこの人もなってないし俺もなってないんですよ。元気。そうだから青森ですね。青森みんな飲みましょう。はい、ぜひ、はい、ね、ストレートで。サッチ、毎日晩酌してる旦那でさえコロナかかった。だってあれビール、ビールだから。あ、そう、ビールだから。そう、ビールだからダメなの。うん、島だと大丈夫だったな。はい。ついでに陸海空さん、なんでこんばんみ。他局での僕の枕言葉を。はい。ちょっと何言ってるか分かんないですね。ちょっと何言ってるか分かんないんで、ちょっとあのあれです、あの翻訳機を。これこそ外国の言葉です。違います、日本語ですよ。他局での僕の枕言葉、どういうことですか。枕言葉、陸海空さんはいつもこんばんみって言うのですね、RBC で。ああ、だからほら、あ、そういうことか、リオチこんばんみって言ったじゃん。
あ、なるほど、理解理解理解しました、うん、はい、 OK です、はい、はい、ありがとうございます。続いてのメールを行きたかったんですけど、ヒーローからね、はい、写真2枚だけしか、2枚をポンと送られてきただけだった何じゃそれ、これ多分ね、なんか以前の放送でサバイバルゲーム、うんうん、サバゲーをなんかやりたいみたいな、やってるみたいな、すごい、こんなんが送られてきました。本格的だね。私これ多分あの一瞬見たらなんか軍人さんがなんか練習してるのかなと思ったんだけど、うんうん、多分、うん、多分ね、ヒーローなんですよ、体格的にねえ、こんなあれじゃないですか、もっとがっちりしてる、そうですね、確かに怒られるから、いやいやいや、筋肉質っぽいですもんねうんうん、あんつばさんもそうだけどね、うん、はい、ということでね、アメリカに行きたいんですよ。アメリカ一人で行ってこようかな。いいんじゃないですか、なんとかね、あのほらあの世界の果てまで行ってきゅうって番組、はい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 、でほら出川さんが英語、はい、英語ねできないのにうん、うん、なんとかなってるから行けるんじゃないみたいな、正直ね、アメリカはどうにかなると思いますね、やっぱりやっぱり、うん、で私もちょっとはちょっとわかるし、小さい頃英語、小さい子は英語習ってたんで、じゃあ大丈夫じゃん、でも喋れないですけど、大丈夫ですよ、なんかね気持ちで通じるって言ってたよ、あ、ハート、うん、ハートです、そうそうそう、僕もね結構ラジオやってると、はい、あの外人さんがたまにゲストで来たりするわけ、全然日本語喋れない外人さん、それには僕の英語は通じましたよ、一応は、お、ちょっとなんていうの、はい、ニュアンスが伝わったいやなんかそのこっちで普通だったイントネーションが実は違かったみたいな、はい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 、マクドナルドって言っても伝わんないですよね、なんていうの、わかんないです、マク、うん、ん、マク、んむずいな、マクドナルド、いや片言で言っただけなんかもっともっと違う、もっとネイティブ、こんな感じじゃなかったよね、んなんか全然全然なんか違う今何ね、わ最初の幕だけ一緒みたいな、あと後ろがなんか違うみたいな、マックで通じないのかな、マックマックっつって通じませんそれマックマックだと、うん、なんかあの関西と関東、まあ、沖縄はマックですよね、うん、じゃないですか、関西、ま、マクドマクド、うん、マクドか、これマクドは絶対通じないじゃないですか外人に、うんうんうん、マックはワンチャン通じそうじゃない、それだと多分あの人の名前になっちゃうんじゃない、あそう、でもほらマックマック、あのジェスチャーも入れたらポテトを食べるみたいな、マックマックっつって、あイイートポテト、あそう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 、あーイエースみたいな、そうそう絶対なると思うよでもマクドマクドって言ってさポテト食べても、うん、あって言われそうじゃないそれが何なのみたいなそうそうそう、大阪人だったら通じるかも、うん、逆に、ああ強引に確かにそれありますよ、ね、表現力が違いますね、うん、でそうその大阪の人はマクドじゃないですか、マクドじゃないですか、はいはいはい、でも朝マック朝マックっていうらしいですね、矛盾そこはね朝マクドって言ってほしい、そう朝マクドって、そう、なんで朝マクドじゃないの、うん、いやいや商品名やからって言われて、朝マックって商品名やからって言われて、あそうなの、あなるほどねみたいな、なんかでもうまく逃げたなと思って、そうですねらしいですよ、プチ情報でした、なるほど、リオチのプチ情報でした、リオチじゃあメール来てます、来てないんですよ、あ今日来てないんだ、今日はね、なんかみんなどうしたの、皆さんコメントでも行きたい国教えてください、さあリオチさん、はい、アメリカの他にないんですか、ガラパゴス諸島、ああ一応わかるよ、あれ行けるんですかね、行けるんじゃない、行くのは行けるには行けるのかな、ダーウィンの島でしょ、ダーウィンの島なんですかそうだよ何ダーウィンの島って、ダーウィンさんの島なんですか、ダーウィンは進化論ってわかります、進化論って何ですか、ほらいわゆる猿が人間になったみたいな、はい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 、あそれを教えてくれた人ですか、それをガラパゴス諸島で発見したというかこう思いついたんですよ、
あ、ガラポゴス諸島でなんか物物をい吹けてたら思い出したみたいな。あのあそこはあの独自の生物たちがいっぱいいるじゃないですか。はいはい、西表島みたいな。そう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 、はいはい、もうそれのすごい版なんですよ。うん、確かに。もう独自の進化を遂げてるわけ。それを見て、あ、進化論じゃんって思いついたわけよ。はい、すごい。すごいよ。すごい。すごいね。それでね、つながるっていうのは、そういう発想になるっていうのはすごいと思います。やっぱ偉人はね、どっかおかしいんだよ、そんなやって。で、私は多分カメを見て、ガラパゴスゾウガメ見て乗りたいとしか思わない。あ、ガラパゴスゾウガメが目当てか。見てみたくないですか。あ、コモドオオドラゴンが見てみたい。ドラゴンがいるんですか、ここは。そうだよね。え、アンチバさん知ってる。トカゲみたいな、トカゲのでっかいやつ。へ、恐竜みたいだよ。あ、だからドラゴンか。そうそうそう、なるほど。イッテ Q で妹が、あ、妹だったっけ。あ、はいはいはい、あ、あれか、走って勝負してた。あ、あれあれじゃん、あのたた噛まれたら死ぬやつ。そうだよ、 90% みたいな。結構大変なんだよ。あ、知ってる知ってる知ってる。 あれがコモドと、あれコモドトカゲとかじゃなかった。コモドオオとドラゴンなんだ多分。そう、なんか唾液に細菌があって、で噛まれて、そうすると細ゾンビ化しちゃうみたいな。ゾンビ化はしないだろう。なんで今最後ちょっと作ったんですか。いや、どうなるか分かんなかったから、多分ゾンビでもなのかな。まあ、それだったら面白いけどね。ウォーキングデッドじゃないですか。ウォーキングデッド見た。ウォーキングデッドシーズン5ぐらいまで。あ、見たんだ。あ、見てますね。でもどう、何もう覚えてないです。あ、本当、うん、そっから見なかったんだ。見てないですね。そっからがね、衝撃なんですけど、まあいいや。これネタバレになっちゃいますからね。そうそうそう。あんつばさんはじゃあオーストラリアだけ。そうですね、まあ、台湾は行ってみたいなとは思います。ほうほうほう、台湾。なぜ。あ、多少日本語が通じるっていうことで。それだったらグアムでもいい、よくないですか、ね、グアム行ったことあるんですけど、うん、通じるんだ。いや、めっちゃ日本ですあそこ、あと スーパーウルトラ治安がいいっていうじゃないですか。ああ、確かにね。ね、うん、いや、すごい。だって日本語しかない。カップラーメンとか書いてある、何ドルとか、日本ですあれ。すごいね、いいな、うん、グアムめっちゃ海綺麗なんですよ。それは沖縄だって。え、でもあっちはあっちのまた綺麗さがあったんじゃないの。あ、でもすごい綺麗でした。でしょう、うん、本当になんか離島に行ったことないから比べらんないですけど。あ、離島まだないんだ。ないです、ないです。4月に連れてってくれるって話はあるんだけど。お、いいね。どこ。宮古です。あ、いいね。なんか、うん、あのほら、ヒーローたちがスキューバダイビングの免許取るから、うん、なんなら来るって言われてて、うん、行きたいって言って、私は別に泳がんけどって。泳がないの。あ、もちろん泳がない。泳がない方がいいよ。ほらほら、宮古サメ多いから。いや、そんなの会う確率なんて少ないっすよ。せっかくだから泳いだ方がいいじゃん。いい、もう死ぬよ。水に浸かろうぜ。じゃあ泳がんでいいから。ああ、そう、浜辺でピチャピチャするぐらい。そう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 、うん、それはもうやった方がいいです。あんな綺麗な海ないんだからね。うん、それまでにちょっとドローン申請しとこうかなって。え、なんで。あの、え、映像撮るの。あ、そう、空中からの映像撮りたいなと思って。へえ、やっぱすごいね、この発想が、うん、え、なんでですか。え、せっかくやったら上から見るか下から見るかみたいな。まあわかるけど、それよりもまずはそのなんていうの、近場で満喫したいっていうのがあって、はい、が多分なんていうのかな、一般人、うんうんうん、我ら一般人なんですよ、うんうんうん、だけどやっぱりちょっとほら、表現者ですか、あれ、あれ違う。やば。何ですか。表現者ですからね。そうですね、はい、で上から見たらもっとね綺麗かもしれないし。でもこの、まあまあまあ、台湾日本語が通じるっていうあれだけど、なんか景色とかさ見たいとかではないんですね。台湾ってでもね、うん、
食べ物とか。だからあのほら千と千尋のやつとかのモデルになったとこがあるっていうじゃん、うん、えそうなんですか。そうそうそう、あでも台湾っぽいですね、ああいうのね、まあ、ご飯食べたいっていうのもありますね。へえ、ゆうちさんあと1分です。あれ2分じゃないんですか。僕が忘れてましたちょっと夢中になってたね、ごめんね、はい、はい、どうしよっかな、来週のテーマ考えてないんですよねあれ今できないの1分で1分では無理、1分あいいっすよ、もうあと30秒しかない、30秒。ということで今日は急遽あんつばさんが来てくれました。はい、はい、ということでどうでした。いや楽しかったです、はい、あっという間だったでしょ。あっという間ですよ、ね、でもじゃあまたちょっとツイッターで来週の、ね、告知をしますので、はいはい、皆さんメールぜひください。クワケンさんこんにちは。こんにちは、はい、また、ね、今夜もよろしくお願いしましたおやすみなさい意味よ